ハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜です。はい、現在8月25日木曜日の午前1時12分になりました。はい、先ほど夜は猫と一緒6話と、7話とですね、見てアップロード終えましたので、ここからはママ母のつれ子が元カノだった8話アベマ TV で見ていきたいと思います。はい、で最後に僕の自己紹介と、悲惨な現状の話ありますんで、まず軽く、僕はマジな時にハマーと言います。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを続く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。ここに書いてある通り、ワンルームで母と同居、うちにですね、居候として母がやってきて、来月で6年目に入ってきます。すぐ近くで寝てるんで声が出せません。故に寝てからしかスタートできないので、声が出せない状況で朝までやらないといけないんだとか、時には灼熱極寒の風呂の中でアニメを見てね、リアクション撮影してますというね、世界で一番過酷なハンデを背負ったアニメディレクターと名乗ってます。どうぞよろしくお願いします。はい、では行きましょう。アベマ TV です。3、2、1、スタート。さあ、前回東原イサナがね、振られたものの友達関係が継続中ということで、イサナいいですね。富田美代さんね、ちょっと羨ましい。正論。いや、しかしね、正味見てるとね、ミズトにまあまあイライラしますね、これね。前回イサナを振った理由がね、何だっけな、ちょっと一応自分でメモあるんですけども、東田みたいな気兼ねなく、昨日相手は生まれて初めてかもしれないから、付き合ったらこれ以上ないってくらいうまくいくと思う。でも付き合えない。理由は、本気で向き合えるのは一人が限度。その一つの席を権利もないくせにまだ占有してるやつがいるんだ。そしてそいつのことをそんな義理もないのにまだ泣かせたくないと思っているらしいね。でこれを聞いた夢が泣いてましたよね。となると、もう水戸は絶対にもう夢に未練があるから、どうしたんやろうとね。で、夢はそれ聞いて涙流してたから、って感じやね。いやー、イサナ今のところ破壊力高いね。元カップルは警戒する。私はもう振られてるんですから大丈夫ですよ。ちゃんとダサい。
ちゃんと出さいて。そう。ほどうしろ、いさな。いいね。わお。わお。エロ。エロ。ジーカップ。エロいわ。エロ。全部エロや。エロボディで、巻き込まれたね。夢が巻き込まれたね。この下り。ノーリアクション、ノーコメント。
他に見られとうないと。全部若気の至りでね、説明されるもんね、毎回。ズボンないね。いいね、ポニーテール。あ、もう夢はもうそのまま着替えてんのね、これ。聞いたんかい。夢の心境やいかに。もうええわこれ。もう若気のあたりええわもう。到着しました。ユニさんが可愛いですよね。ユニさん、あの花束もらった時ね、母の日の。そういや、探偵はもう死んでるもん、それも出てたな。あ、サブタイトル来た。しかし、すっごい量の本やな。
か。なんやと？いさなぁ、いさなぁ。いや、いさなぁ。ドラコンの疑惑。靴下履かしてね、毎回。あ、見えへんのね。イサダはね、ミズトに友達ができることの方が怖いと。靴下履かせてってか。
ください。え、トイレに閉じ込められた？親にいろいろ聞かれてたよな。いやー、結構イサダのヒロイン力が高いと感じるんやけどな。あ、終わった。早いな。はい、まあ、ということで、今回、まあ、まず、A パートに関しては、その、東良イサナと、まあ、水とは相変わらず図書室で、まあ、同じような、いつもと変わらぬ日常。やけど、まあ、ね、G カップですか。ね、あんだけ擦られるのは水と。あ、すいません。で、まあ、そこから、まあ、水との部屋の本棚を見たいと。いうことで、まあ、その服を、夢と暁が選んであげようじゃないかの回。しかもお金を出してあげて、どんな、高校生やで。ね、1年生ですよ。やけどね、G カップって。とにかく今回の印象は二人のエローがもう印象強すぎる。何着てもエロくなるからと。で、まあ、そこで、ま、夢の、服装も変えましょうということで、まあ、良かったですね。で、イサのユルフは系にしたと。で、相変わらずその、水戸との付き合いは若気の至りやったというふうにね、毎回出てくるな、あれ。ね、その服装、ファッションとはかけ離れた人間やったけど、まあ頑張ったのに何も言われへんか。でも最後に言われたと。ミニスカは何
何室内だけにしてくれと。その独占欲がまあすごく響いたっていう話ね。まあさ、中学生の時はもね、中2やったかな。それ以来、水との、好みの服装になったかなんか、ね、縛られてるかなんか、そんなこと言ってたね。いざ来たら、まあ、夢も、イサナと、水との関係、あんたら付き合ってるやろと、あれは付き合ってる風にしか見えんわ。あれは見えんね。ちょっとあの、肩もみされた時のイサナの第一声は良かったですね。演技やったけど。で、まあ、どうやらイサナ的には、水とに彼女ができることよりも、友達ができることの方が怖いということでしたね。何あの男の中の居場所がなくなることが怖いんだと。だからまあ、どっちかというと、イサナはまあ、もちろん男子としても好きやけど、どっちかというと友達としての方が好きということかな。もう振られたから、ねえ、っていうのもあるんでしょうけども。で、夢もそのね、生き別れの妹できたらどない思うたら、まあ、わかると。ね、あなたと同じ、いや、それ以上にわかるみたいなこと言ってましたよね。で、正味だから、この二人は元に戻りたいのかどうなのかはね、はっきりさせてほしいな、というので、ちょっとまあ、イライラしてる人多いんじゃないでしょうかね。僕もまあ、そんなに、イライラするタイプではないんですけども、いや、するタイプかな。ちょっとね、前回のやっぱ水戸のセリフからして、まだ夢のことを泣かしたくないと思ってるとか言ってるから、はよ、はっきりせんかいと。まあ、残り4話ですからね。最終的に、だからこの2人が元に戻るのか、どうなんやろな。まあでもそうなると、ね、お互いの親に気まずいし、っていう問題がね、一番でしょうからね。だからまあ、イサナみたいな関係性が良かったみたいなことを水戸は最後言うてましたね。まあでも今のところ水戸がイサナのことを好きというのは微塵もなさそうやし、まあ、暁に関してもまあ、絶対微塵もないでしょうね。まあ、夢だけでしょう。前回の、言葉からしたらね。どうなっていくんだろう、これ。はい。まあ、とにかく、東田イサナのヒロイン力は非常に高いということが、今回ね、僕はまあ、感じました。はい。以上、ママの連れ子が元カノだった8話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また、コメントなどなど、よろしくお願いします。はい。ここから僕の自己紹介と、悲惨な現状のお話なんで、興味のない方は、ここで終わってください。はい。普段僕は保育園、幼稚園、小学校、そういったところでね、やればできる、諦めない、これを伝えたくて、子供たちの前で主にパフォーマンスしてますが、まあ、現在コロナに全て奪われ、2年半ほど仕事がなく、今年の収入は未だに19万円と、しかも支援金、給付金、一切ありません。貯金だけで生活してます。非常に厳しいですね。まあ、そんな中なんです、いつの間にかね、このアニメのリアクション始めたんで、まあ、YouTube 今力入れて頑張ってます。これ見たらわかりますよね。はい。まあ、朝まで起きてないといけないとかね。まあ、灼熱の風呂の中で6時間いたりだとか。そんな過酷な中で、まあ一応自分なりに一生懸命やっているんですが、残念ながら再生数全く伸びず、ほとんど2桁。チャンネル登録もまあ伸びずということで、正直しんどいしやめたいです。これいつまで続くねんって言われ続いてきてるんでね。ただ、やめると、もう全部ゼロになってしまいます。今までね、頑張ってきたことが。さらにはね、やればできる、諦めない、これを伝えたいと言ってる僕のテーマ、コンセプトから外れてしまいますんでね。まあ、耐えて耐えて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 、やっていけば、いつかね、まあ、光は見えるやろうと。そう信じて、一日も休むことなく動画投稿を続けて、なんと881日です、今日で。しかも去年ですね、1年5ヶ月分の動画、どう見ても2000本以上失ってます。はい、まあ、そんな悲劇をね、乗り越えて、一応ね、自分なりには頑張ってはいますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。はい、ただですね、4月25日、一度だけ僕はもう精神完全に崩壊しまして、やめるという動画出したんですけども、思った以上に多くの方はね、応援してくださってましたんで、まあ、今継続中です。いつもご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。はい、しかしですね、僕はパフォーマンスをしている姿を見ていただきたい、知っていただきたいので、ぜひ説明文見てください。僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種 PV、プロフィール載っけてます。できればホームページ見てください。そしてその中の動画を見ていただきたい。で、いつの日かね、皆さんがショーを生で見に来てくださる日が来ることを願っております。はい。まあ、それに向けてね、節約生活ね、頑張っておりますんで、どこかの会場でいつかお会いしましょう。貯金がなくなった時は、もう潔くあの世に行く覚悟はできてます。それだけ真剣に取り組んでますんでね、ご理解のほどよろしくお願いします。はい。で、過去のアニメリアクション動画再生ですので、作品別にまとめてます。そして9月に入ったら、大きな発表があります。驚きますよ。以上、アニメリアク職人ごとマジだときに浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。